おはようございます。マティン、ダイム役場、永久巨人アンド、キングタクです。オギクスで内野のユーティニティブヤーとして活躍した石井明さんの凄さを言います。まあ、ルーキーヤーは、まあ、ウェスタンで首位打者を獲得し、2軍の帝王太とやいいをされましたが、その後、1軍で輝きを放ち、100試合以上出場しましてね、はい。実は犠牲フライが得意なバッターと言っていいでしょう、はい。ホームランは、まあ、10本の時もあったんですけども、 あまり打てない選手ですけどね。ただ足は速く、機動力のいい選手ではございますね。はい。守備をまあまあ安定しており、ベリーグッドな選手と言っていいです。オリックスに長年在籍、毎年のように100試合以上出てたそうでございます。インカイチに這い上がった男でございます。まさに、はい。まあ、引退後は実はコーチを務めており、オリックスだけなく、阪神の外部でのコーチを務め、見事に優勝日本一に貢献したコーチとも言っていいと思います。 あとはまあ学校のまあコーチ、専属のコーチも務めてはおります。現在ですけどもね。いやー、おったまげでございますね。はい。というわけでいかがでしょうか。はい。以上です。バイバイ。